ラジオニュース、種牧ジャーナル、ここからは特集の時間ですえ。先月末に福島第一原発事故を起こした東京電力が公的資金による1兆円の出資を政府の原子力損害賠償機構に申請をいたしました。申請が通れば政府は東京電力を実質国有化。もう国のものにすると。 いうことになりますけれども、おこれは一体どんなことを意味しているんでしょうかということで、え今日はあ、原発事故についての国策民営の罠という本の著者で、慶応大学経済学部教授の竹森俊平さんにお話を伺います。竹森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えー、早速ですけれども、竹森さんは国際経済学がご専門でいらっしゃるんですけど、なんで東電問題に取り組ま,れますかあのー、私はです、ね、国際あ、ごめんなさい、あの国際的なその金融危機に興味がありまして、ですね、えーまあ、いろんな本書いてたりしたんですが、えー、まあそのよその国の危機よりも、ですねまな、あ、んだって自分の国の危機が大変だというので、やっぱりまずそれを見たんですが、ただ、ですねその見てるうちに気が付いたのは、あのほまあ、金融危機に、こう あの関係あるようなことがですね、ええ、あの、東電の場合もあってですね、ええ、つまりこ、まあ、商売として考えてですね、後から考えれば、こんだけ危険なことをやってたと、そういうそのビジネスが、<laughs> まあ、社債のその金利がですね、東電債の金利が、 国債の金利と同じぐらい、こう、低かったっ。非常に高、高く安全性を評価されてたて。これおかしいなと思う、と、まあ思います。そのあたりが東京電力が、あの、借金のために出してた。そうそう,そうそうそう。あのー、それも国債と同じぐらい。そうそうね、一番その金利が低かったっ。一番安全だと見張られた。うん まあそのなんか安全だと見られていたことにちょっとその付き上がったところがあるんじゃないかって。これはあのアメリカでもですね、あの、まあ住宅ローンの問題が起こりましたけども、政府系の住宅金融高校ってところがまあ非常にその低い金利でお金を集めて、 どんどんその住宅につぎ込んでたのがこうバブルを起こしたっていうまあ構図がありましてちょっと似たところがあるもんであのどれぐらい似てるんだろうというようなことを調べてみるうちにどんどんだんだんいろんなことが分かってきたと,そういうことで国際的な金融面で大きな影響を与えるような、うん、要素が大きいということです、ね、それはあの東電の,その,あの社債っていうのがです、ね、日本の社債市場の1割ぐらいで電力債で2割ぐらいですよね。でですからまあそういうういい意味では日本ののマーケットっていうのがまあ重要 だってことを考えるならば、ええ、これは国際的にも影響のある問題だと思います、はあ、その東京電力なんですけれども、はい、企業としての東京電力を今見ますと、率直にどんんなな状態なんで張り子の虎というんでしょうか、ハリコ要するに見か,け見かけは立派だけど、中身は何もないと、要するにあのあの、まあ、あの負債と資産ですね、その関係で考えると、負債超過、つまり潰れてると。 あのはっきり言って、もうあの破綻しているという、そういう状態だと思いますもう実質破綻してい事故が起こった最初から、もうその事故でどれぐらいその損失があるだろうか、賠償責任があるだろうかってことを考えてみたら、えー、もう事故が起こった時点でもうあの破綻してたというふうに思っていいと思いますえそんな状態の東京電力に、ですねはい、はい、国は一体何をしようとしてるんですか。 ともかくその潰れてようと潰れてまいとですね、電気はいるわけですよね。で電気を供給できるその、 まあ、その施設を持ってるのは東京電力ですよね。で、東京電力はまあ、その、あの、まあ、その発電所を動かすにしても、金がなかったら、あの、どうしようもない。燃料も買えませんよね。えー、ですから、とりあえずそのお金を出す以外に、電気が供給できないので、まあ、あの、金を出してるんですけども、まあ、最初のうちのその出してるお金というのは、あの、借金ですよね。要するに、あの、政府がまあ、あの、お金を貸すという形だったんだけども、えー、あの、今、その、先ほどおっしゃられた、その1兆円の、あの、話は、 そのこれは株の話です。ははい、はい。で、あの株も必要だっていうことなんですね。えー、で、あのなんで株とその借金というのはちょっとまあ分けて考えますとですね。うん、はい。どういう違いあのあ,あの要するにあの。 株っていうのは、まあ、あの、配当がもらえたりもらえなかったり、で、それから、まあ、その、不採調化だと、紙くずになると。あの、まあ、潰れた、あの、企業ですね。まあ、超銀だとかなんとか、もう、あの、紙くずになりましたよね。はい、そういうこともあるわけですね。ですから、最初にその企業が、こう、損失を、あの、まあ、受けると。<laughs> そうすると、まあ、あの、資本金をどんどん減らしていくわけですね。だから、はい、株主に泣いてよね、と。 で、そこが、まあ、いわば、こう、あの、ショックアブソーバーっていうんでしょうかね。その損失の時、第一線に立って、その、あの、自分の資本金を減らして、あの、まあ、カバーすると。それで、あの、借金の部分は、できるだけ満額返すようにすると。はい、借金が返せなくなる,なるようだったら、もうその企業はもう完全に破綻なんですけども、最初に株主が、その、あの、まあ、ショックを引き受けて、その次に、こう、あの、ダメだったら、もうその借金にまだ行くと。まあ、ですから、その、ショックアブソーバーの部分がないと、 あの誰も金を貸さないわつまか株がない、はい、株で集めた金がない企業なんて危なくて、ちょっとでも損が出たら、もう借金が返せなくなるでしょ。うん、だから、その、あの、資本金もないとだめなんですね。ですからもう、いよいよその資本金が、あの、まず、あの、ごめんなさい、事故が起こる前は2兆円ぐらいのその資本金があったんですけれども、はい、それよりも損失をどう,どうやって考えても、もう、あの、 もうそこに資本金を入れない限り借金もできないっていう状態ですね。つまり金が全然集まんないからあの電気が作れないと。 そうういことです最初は国は、じゃあ、借金の形で東電に貸していて、その後は、言ったら、株主に、株を買うという形でお金を出して、借金の貸し手にすぐダイレクトに東電の負債がいかないように、ある意味、守るという。そういうことですね。か借金を東電に貸している人たちを守るために、緩和剤みたいなものをちょっと入れてるっていう、緩衝剤を入れてるっていう感じですかね。 でもこれ、なんで、じゃあ例えば、ね、破綻させるってことはできなかったんですか、法的整理のね、それはあのできたと思うし、まあ、今考えればそれは一番良かったと思うんですね、ですから、はい、今申しましたようにあの、事故が起こった時点で、まあ、将来起こるその賠償責任あの、その他考えればです、ねまあ、そこで破綻してた、でそこで,です、ね、おそらくその事故が起こった時点ではあの、東電は5兆円の資産はあったと思うんですね、東電の社債がです、ね、ちょうど5兆円ぐらいあるんです。 でこれは皆さんあまりあのいろんな法律のことを知らないかもしれませんけども、まあ、あの2つ法律が重要なのがありまして1つは原子力損害賠償法というのがあります、はい、でこれはあのまたあの後でいろいろとあの東電の責任の問題で、まあ、重要になってくるので後で話すとしてです、ね、もう1つ電気事業法というのがありましてこれは、ですね社債の,あの保有者の権利をものすごくあの大事にしているものです。 ですから、うん、あの、東電が例えばその債務を売ってる。その中には賠償責任もありますよね。えー、でも、謝罪はその上に来る。え賠償責任よりも上に来る,に来る。だから、最初に、あの、あのまあ、東電があの潰れるような危機があった時に、最初にその東電が、 あの、カバーしなきゃいけないのは、その、車載保有者。これは5兆円の部分です。被害者より、<で>被害者よりそれはもう50年前に作った電気事業法っていうのが、そういうふうに決めてるんですね。はあ、で、それなんでその50年前にそんな法律ができたかっていうと、そうでもしなければ、電気が作れなかった。 要するにまあ、これは、要するに戦争が終わって、日本が敗戦で、もう電気もなければ、資源もなければ、そういう時代どうやって電気を、あの、まあ、作るのかっていう、そういう時代にできた法律がそのまま枠組みは残ってて、まあ、それだけその社債保有者をまあ保護した枠組みあるんですね,ね。で、 とりあえずともかくですね、5兆円はその、あの資産があるから、それは社債はもう大丈夫だっていうことにして、だけどももう破綻だということでですね、まああといくらか資産が残っていれば、それを賠償に回して、で、足りなければもうあと国が出すからありませんよね。うで、そ、そうすると何が良かったかというとですね、まあそれはあの、一回潰れますよね。潰れたら、あの、再生するわけですよね。えー、で、再生するってのは新しい企業になるわけです、ねえーで。新しい企業になるってのはどこかがその、 東電の持っっててる資産を買ってで,す、ね、で、すねでその、新しい企業として、あの、出発すると。へへへまあ、あの、枝野さん、まあ、リソナ銀行、まあ、念頭に置いてるとか言いましたけども、まあ、リソナも申請、えー、の銀行として、まあで、できるわけですよね。まあ、日光もそうだったし。で、その時に、おそらく、その、新しい、その企業は、あの、原発あ,あれはちょっと、その、はい そうですね。あの、独性の、その、粗大ゴミだからいらんということになせます。そう、引き継いだから。うですね。ですから、そういう、なんていうのかな、負担が来るようなものは全部、その、しょうがないから、まあ、国が引き受けて、で、で、その、売れるものだけ、つまりビジネスとして役に立つものだけを集めて、あの、新しい企業ができると。で、私はそうなるべきだったと思います。で、なぜかというとですね、まあ、これは、あの、あの、我々、私は、その、東京にいるからわかるんですけども、 電気はやっぱり必要なわけです、えー、あの去年その事故が起こって以来ですねずっとそのエレベーターを止まってるあの冷房もあんまり効かないっていうのを見ててです、ね、電気がいるわけですでそれはその火力発電所にしろあの投資をするためのお金があるでそのお金はそのマーケットから取ってこなきゃいけないでそのマーケットから取ってこれるようにするためには そのああいうその福島にあるお化けみたいなものは、ですね一ん外さない限り、誰もそんなところに貸さないわけですよね、えー今、今、あれがどれだけ負担があるか分かんないわけですから、はい、ですからそうやってこうきれいにしたその企業が出発するというのが一番よかっただろうと私は思いますうん、でも国はもうその道を取らずに、はいえー、株に1兆円注入して、国有化ということにしていったわけですけど、えー、二木さん、どう思います、うん、もし、あのー これ、新しい企業にしていった場合ですね、今、国との距離をどれくらい置くというか、どういう関係でいったらいいというふうに考えていらっしゃいで,ですから、そこでですね、あのまあ、一番簡単なのはその、まあ、東電というのはです、ね、あの垂直統合と言いまして、要するに発電部門から配電部門まで、ぜそまあ、間に送電があってです、ね、全部つながってますよね。 から、ま、地域独占で、要するに関東は、まあ、その東電が全部カバーしてるっていう形ですね。で、そのままの形で、その、どこか、あの、新しい企業が引き受ける。まあ、それは東京ガスだか大阪ガスだか、河川出るかしませんけども、引き受けるっていうことであれば、まあ、東電と同じようにですね、電気料金を規制するとかですね。はい。ま、ある、あの、あるいはここに配電しろというのは、まあ、いろんな、その国からの、その注文がつ,つくわけです。はい あるいはその、あの、電源散歩って言いまして、その、あ,あの、発電所を作るときに、その地元の、あの、まあ、人に、ま、優遇措置を取るとかですね、そういうことも全部、こう、引き継ぐことになるわけですよね。まあ、それはやっぱり、こう、あの、国との、あの、まあ、あの、関係は、ま、保つわけですけれども、ただ今申しましたように、その原発の部分は、 あの今回もあの分かってるし、おそらく関西電力も感じてると思いますけれども、普通の商売で考えて、あまりにも大きなリスクがあるんで、そこの部分はもう国が管理するしかないっていうんで、おそらくそこの部分は国がこう管理するっていう形で、ちょっとそのスリム化したというか、もっと計算の立つようなビジネスとしてまあスタートする、そこはちょっとあの今までの,あの東電とは違う,いう形態だと思います、うん。 あのさっきの竹下さんのお話の中で、一番気になったのは、その車載を払う方がね、原発事故の被害者の人たちよりも優先するっていうのが気になったんですけど、うんうん、これ、今、そんなこと言ってる状態じゃないから、被害者の方を優先するってこと、それをもしやったとしたら、私は国債の金利に影響が出てくると思います。はあ、つまりこれはあの50年前のの法律で,そので,であってもです、ね、ともとかくその謝罪のあの保有者はこれだけ あの優遇するっていうのを国が金が払えないからという理由でそ,のそれを変えてその社債をあのまあその権利をあ,のまあ歪めるというようなことをした場合今度は国債の場合もですよ国債に対する元本とか利息が払えないっていうんだったらなんかその規則を変えて払わないんじゃないかっていうようなこと当然誰でも予想するのでおそらくそれは国債の金利にあの跳ね返ってくると思います。